はい、今回は東京マルイとバイオハザード RE2 のコラボレーションモデル、ライトニングホーク実写編をお送りします。前回開封編もアップしてますので、よろしかったらそちらもご覧ください。それではおなじみの木箱を開けていきましょう。まずは外観から見ていきたいと思います。まずはグリップです。カスタムショップ剣道の K の文字がイメージされてますね。で、ラバーっぽいですけど、これ樹脂製です。で、木目の部分もやはり樹脂製で、木を表現してますね。この黒いのラバーっぽく見えますけども、樹脂ですね。プラスチックです。で、マガジン挿入口は前方の方が広げられています。スライド右側の刻印を見ていきます。デザートイーグル 50A ピストルやライトニングホークの刻印がありますね。右側にはですね、マグナムリサーチ社とメイドインジャパンの刻印があります。で、10インチモデルにはですね、 50AE 弾の刻印も入っています。リアサイトですね。こちらのリアサイトは左右と上下の調整ができるようになっています。フロントサイトはこういう簡単な形状のものですね。樹脂製です。コンペンセーターは金属製で、これマグナポートの名前の由来ですね。で、トップレールとアンダーレールがあることによって、通常モデルの10インチの間延び感がなくて、かっこいいと思います。で、上面にはプロトタイプモデルフェイズ1のプリントがあります。スライドオープンするとですね、通常モデル同様ロッキングラグが再現されてます。で、ホップアップの調整がここのスライドを開いて簡単にできるのがですね、これも通常モデル同様で非常に使い勝手がいいです。ではスライド交換します。こちらのレバーを下げて、スライドを前に動かすと外れます。フレームは割と軽いですね。で、金属の補強部分意外と短いです。で、マグウェルの部分はこの方がよく、先ほどよりよく見えますかね。前の方が広がってます。それでは6インチバレルを乗せていきます。レバーが上がんないの、ちょっと入ってなかったですかね。ちょっと押し込んでレバーがカチャッと上がって、これで完了です。6インチのリアサイトはコンバットタイプでシンプルですね。に対してフロントサイトは上が集光アクリル、下が蓄光タイプで夜光るやつですね。凝ったフロントサイトがついています。6インチの刻印も同様ですね。左がデザートイーグル、右側がマグナムリサーチ社の刻印が入っています。私は通常モデルを持ってないんで比べられませんが、
トップもフレーム側もパーティングラインが綺麗に処理されてます。トリガーガードやこのグリップのあたりもパーティングラインがありません。TK ヒーローさんがサブチャンネルで言ってたんですが、メインチャンネルで言い忘れたことが、このハンマーもパーティングラインがなくなってるっていうのが通常モデルと変わってるとこです。で、このセーフティーもですね、割と小ぶりなセーフティーで、使いやすいものに変わっています。ハンマーを引いてセーフティーがかかるんですが、1911系と違ってハンマーダウンでもセーフティーがかかるようになっています。開封編でも言ったんですが、ポリゴナルライフリングの再現がされています。おふざけに悪さ PPKS と大きさの比較をしてみました。おなじみの1911系 M45A1 と比べてもこれだけの大きさの差があります。空打ちでブロバック動作を確認します。リコイルガツガツくるし、音もすごいですね。6インチの方がおとなしく見えるのはリコイル制御が慣れてきたせいだと思います。次、弾速測定します。 BB 弾は27発、ガスは 19g 入りました。ちょっとだけマガジンが冷えましたかね。6インチでも初速変わらないはずなんですが、少し落ちましたね。5メートルターゲットシューティングします。10インチはせっかくなのでドットサイトつけました。0インチしてないので最初狙い押しがずれてます。
ーマーダウンでセーフティーかかってるとスライドが引けないんですね。集団性が悪いのは私のアイアンサイトが下手なだけです。最後にボトルキャップチャレンジやってみます。練習した時は3発目で当たったんですが、おかしいなって首かしげてます。10発目でやっと当たりました。最後までご視聴ありがとうございました。